はい、こんにちは。素因数分解しろということなんですけども、これ、すいません。先に、何で割れるかなって、まあ普通に3とか5とか7とかで考えて、あ、これ、11で割れるじゃんと、足す、引く、マイナス1ですね。足す、引く、足す、引くでマイナス3、プラス3で、足す、引く、足す、引くしてて0になるんで、11の倍数だと。あ、じゃあ11で割れるじゃんって言って、先に11で割っちゃうと、これちょっと見えなくなっちゃうんで、まあ、11で割れるのにパッと気づいて割っちゃった人すいませんと。で、一応まあ、11で割れる理由っていうのは、足す引く足す引くが、11の倍数だったらなぜ11で割れるかっていうと、まあ、じゃあ中学生風にやるならば、例えば、A1000、B100、C10、D っていうこういう4桁の数があったら、それってのは1000、A 足す、100、B 足す、10C 足す、D でと表せて、で、まあ、11で割れるかどうかだから、11でくくってあげると、これが、91。1000割る11で、9で、99で、10で、これ、あ、無理やり1立てちゃって、11で、あまりマイナス1と。91A で、1個多いからマイナス A と。で、足す、9B で、99B だからプラス B。で、これも、こう入んないけど、無理やり1個入れちゃえば 11C なんで、マイナス C。で、まあ、もともと D と。いうふうにしてあげると、これが各位の数の、1の位から足す、引く、足す、引く。の部分、この部分が、まあ、0も含めて11の倍数だったら、11の倍数と11の倍数なんで、11で割れますよ、という話で、これまあ、もうちょっと一般的に書くならば、数っていうのは、10の N 乗、まあ、10の N 乗の位が、の数字が AN。で、10の N-1 乗、AN-1。10の N-2 乗、AN-2。で、足す10の2乗、A2 足す10の1乗、A1 足す10の、まあ、0乗は1の位です。1の位。0っていうのが、これが、一般的な十進法の数の表し方で、で、今11で割れるかどうかだから、モッド11で言うならば、10っていうのはマイナス1です。マイナス1なんで、これらすべてマイナス1の N 乗、マイナス1の N-1 乗っていうふうに、マイナス1のなんとか乗なんで、偶数乗ならプラス1だし、奇数乗ならマイナス1っていうことで、じゃあまあちっちゃい順から書けば、0乗は偶数乗なんで、A0。で、マイナス1ですから、これ、モッド11で合同 A0 マイナス A1。で、2乗はプラスになるから、プラス A2 マイナス A3 というふうに、1の位から足す、引く、足す、引くしていって、それが、11で割った余りです。で、それはもちろん、0とか11の倍数だったら割り切れますっていうのが11の倍数の見分け方で、で、この問題ではこれ、それがパッと気づいちゃって、11で割っちゃうと、ちょっと数字が見えなくなっちゃうんで、すいません。11で割れるのは分かっていても割らないでと。じゃあこれ、どんなわざとらしい数なのかっていうと、32。2の5乗ですよね。2の5乗。で、ここも00だったら、1、2、3、4、5で10の5乗。っていうことなんで、この数っていうのは、これと、あと、20と1と。いうことなんで、20の5乗足す20足す1というふうにできてますっていう、まあ、それがからくりです。で、まあ、見やすく X とでも置くならば、20を、X の5乗足す X 足す1と。で、まあ、この X の5次式が因数分解できたら、それでまあ、見えて、素因数分解もやりやすくなるんですけども、これまず5次式なんで、因数定理で0になるような数を探そうと思っても、もう当てはめる候補は有理数だったらプラスマイナス1しかなくて、まあ、プラス1はもちろんダメだし、マイナス1でもダメ。じゃあ有理数の候補はないと。で、別に入れて0になるのは、有理数じゃなくても、無理数じゃなくても、虚数でもいいんですよね、虚数。虚数パッと入れてこれが0になるようなの思いつくのかと。思いついちゃいますよね。これ実部がマイナス2分の1、マイナス2分の1。で、まあ、強約な
素数にでもなってれば足してマイナス1とこれ合わせてちょうど0になるんで、そんな都合のいい実部がマイナス2分の1の虚数って言ったら、まあ思い浮かぶのは例の1の3乗根、3乗して1になる数、因数分解するとオメガ引く1、オメガ2乗プラスオメガプラス1、これイコール0になる数っていうのは1の3乗根だから1を1つの頂点とした正三角形なんで、これちょうどまあここ120度だからここマイナス2分の1ですよね。でこれがオメガの1乗でオメガの2乗オメガ3乗すれば当然1で、オメガ4乗オメガ5乗っていうふうにぐるぐるぐる回っていくんで、オメガの5乗と1乗を足すとちょうど虚部が虚約なんで虚部が消えてマイナス2分の1とマイナス2分の1でマイナス1になるってことは、この x5 乗プラス x プラス1っていうのはこれ x2 乗プラス x プラス1で割り切れますと。じゃあ相方はっていうと、x の5乗になるために3乗で、4乗を消したいからマイナス x2 乗でこれでちょうどマイナス x4 乗で、プラスx の3乗も x の3乗と x のマイナス x の3乗でちょうど消えて、でこれでまあうまくいってますね、1と。で因数分解できたら、じゃあ x っていうのは20なんで421かける、これは8000引く400足す1だから7601で、これがまあもちろん最初に分かった通り足す引く足す引くで足す引く足すで7引く7で11で割り切れるんで、7601を11で割って66の100だから9で99で11となんで421×11×691 で、まあ素因数は3つですよと言ってるんで、まあこれらが素数であることはもう一応確認しなくても3つと言っているんで、このいうふうに素因数分解できますという話で、最初に11で割れることに気づいて割っちゃった人すいません。じゃあ以上です。ありがとうございました。鈴木貫太郎のオンラインサロン、新聞6紙拾い読み。私が新聞6紙を読んで気になった記事についてあれこれ本音で語る生配信、毎日朝夜交互で8時半からお送りしております。 YouTube では話さないような、本音もちらほらと語っております。おかげさまで、初めて20日間以上過ぎましたが、当初予想していた人数よりも多くの方に入っていただきありがとうございます。私自身も、毎日新聞6紙を4時間以上かけて読む習慣がついて、この年になっても学ぶべきことが多くて、日々自分自身が向上していくことを自分自身で楽しんでおります。まずは7日間無料体験がありますので、そちらでぜひお試しください。